はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay で本人確認のやり方、銀行口座登録編ということで、今回はですね、お題の通り、本人確認の方法なんですけども、以前も本人の確認のやり方を動画で紹介しましたが、その時はざっとした紹介のみでしたので、今回は、銀行口座の登録だけの登録について特化してお伝えをしていきたいと思います。それではまず早速なんですけども、この LINEPay に対応している銀行口座ということで、全国的に結構対応している銀行だと、例えば三菱 UFJ、 三井住友銀行、みずほ銀行、楽天銀行とかですね、あとは地方の銀行だと愛知銀行、青森銀行、あとは香川銀行、北九州銀行などですね。まあ見ていただいて分かるように、 LINEPay ってかなりの銀行に対応してるんですよね。でその確認方法なんですけども、 LINE のアプリを開くとプラスのマークをまずタップして、初めて使う場合はここに銀行口座と表示がされます。そしたらご自身のお持ちの銀行口座を選択します。そしてここからは銀行口座の登録方法をお伝えしていきます。まあ今回は大きく分けて2つ紹介していこうと思うんですけども、まず1つ目っていうのはゆうちょ銀行ですね。準備するものはゆうちょの通帳もしくはキャッシュカードということで、まずこちら順番に見ていこうと思うんですけども、1、利用規約を確認後、同意事項、そして同意するの順番にタップ。2、キャッシュカードまたは通帳を見ながら指示に従って記号を入力し進むをタップですね。で3、番号を入力し進むをタップ。4、入力情報を確認し問題なければ進むをタップ。そして5、銀行の引き落としに使用している暗証番号を入力して進むをタップ。6、入力情報を確認し問題なければ口座振替申し込みをタップ。7、これで登録が完了となっております。あともう一つは三井住友銀行でのやり方をお伝えしていきます。準備するものは口座番号、支店名、預金種別、第一暗証番号、あとはワンタイムパスワードとか契約者番号ということですね。でこちらも画像を見ていただいて分かるように、1、店番号、口座番号、もしくは契約者番号を銀行 ATM で収容する暗証番号を入力してログインをタップ。で2、6桁のワンタイムパスワードを入力してログイン続行をタップ。で3、申し込み内容や規定を確認して口座振替申し込みをタップして、これで完了ということですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、2つしか紹介はしませんでしたけども、この本人登録、本人確認っていうのができれば LINEPay も使えるようになるので、少しでも銀行口座の登録についてイメージができていただければ幸いです。そして本人確認の方法でも現時点ではこのやり方が一番簡単だと思いますので、もしご自身の銀行口座と紐付けして、ぜひですね LINEPay でお買い物とか送金などを楽しんでみてください。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。